界のプリンセス、ゆうきとプリンセス下僕の、みさきと下僕その2の、つくしです。よろしく。今日はまた毎年おなじみの黒船祭に、ね、参加させていただいてるんですけども、パレードをですね、撮っていきたいなと思います。前回の動画だとですね、落ち武者さんが来てね、つくし、重くし踊れたと思うんですけど、もう1年になるから、うん、1年になったらもう相当ね、落ち着いてきてるってね、リスナーさんからも好評でございますんで、今年は進化をね、見させたいと思います。お前らなんか、あれだよな、汚ねえよな、なんかな、やめろよ、ほんとに、やめろよ、ほんと。はい、ということで、じゃあ、行きたいと思います。レッツゴー。汚ねえ、言うなよ。あれやろうな、今年の進化見られるから。もうめっちゃ近いから、近すぎて全然映んないよお前。この間までいいってやったけど、お前慣れたんな、ちょっとな。まあいいことだ、慣れたな。つくしの面白い動きをちょっと撮ってきて。ドゥ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 ルドゥルルドゥル。草を食べているだけでございます。私は草人です。草人オーザモンキー。草人って臭い。それも意味合いを込めてる。さすがさつきちゃん。臭いっていうのと、草っていうのは草を食べてる方の草と、そう、あと笑いの草。今回美咲ちゃんちょっと気合い入れてオールバックになってるよね。去年も一緒です。今年もオールバックで、去年もオールバック。今日だって自分 の, 目標金額とか言ったらさ、350万って言ったもん。坊ちゃん事故こと、坊ちゃんがなぜかこけてるという。坊ちゃん事故中、坊ちゃん事故中。今年もひろしさんがですね、来てくれてますね。ガチャガチャなってるの、いつも通りです。国際動物のレミコちゃんね。つくし、お前イケメンになったな。お前横から見るとイケメンだな。お前正面から見るとのっぺりになるけどさ、お前めちゃめちゃね、聞いてね、つくし聞いて、顔が大人っぽくなったから。あ、草食ってんの。まあ、相変わらず草食ってんの。ちょっと喋ってよ、お前なんで草食ってんの。お前暇だからさ、草食ってたよ。お前そういえば毛繕いとかしなくなったな、全然な。すごいな、できる女なんだな、キャリアウーマンだわお前。この間坊ちゃんと写ってんの、お前プチバズりしてたしな、お前な。あ、らしいね。お前のさ、いつもさ、その無表情、なんでさ、無表情なの。表情筋がないから。あるだろう、表情筋。今日落ち武者さんまた来ると思うけどさ、お茶虫じゃないや、お茶虫さん来るからさ、頑張ってね、お前。余裕だよ、お前だったら。てかさ、お前ちょっとさ、近くない、なんかいつもより。俺とチラ見すんのやめてくんない。俺の方が怖かったんでしょ、お前。怖いのにこうやって来んの。美咲ちゃんが落ち着いたから、つくしも落ち着いたな。やっぱりめちゃめちゃ出るな、相方のこのメンタルが。声のね、トーンがちょうど良くなったよ。ちょっとでも出すとすぐに枯れるからな、ほんとな。うん、でした。うん、いきなり始まったよ。てててててててつくしんぼ。今年もやってまいりました、2024年の黒船祭。私はね、なんかね、ペリーの子孫がいるらしいよ。略してペソン。ペソン、韓国人みたいな。ペソンってなんだよ。ほらほら、ペリーの子孫がいる。ペソン。ペソンじゃない。開国してくださいよって。見て、お猿さん、人間が見てるよ、たくさん。あ、すごい引き笑いされた。めちゃめちゃ引き笑いされた。俺の上でくしゃみしました今。つく汁出すのやめて。お前ほんとなんかいろんな、なんかよくわかんない液体俺にかけんな、それ。液体魔人か、お前。液体魔人。こうやってこの辺さ、駆逐隊司令官さんですね。バイバーイ。海上保安本部長さんがね、来ております。レッドライフ、レッドレッドライレッドレッドアップ、レッドライレッド。ほら言ってるよ、これ。ライフ、レッドライフ、レッド。ほら言ってんじゃん、ほら。はい、レッドバイレッド、レッドレ
右左右って言ってんのずっと。はい、こんにちは。ちーちゃんだ。これちーちゃんじゃないですか。違う。つくしです。あ、またビギンズ号だ。始まりの船ってことだね。ボーちゃんが何かを訴えてます。画面越し見てみましょう。何？バッチめっちゃ持ってるもん。めっちゃ勲章持ってるってことだからね。車ないの？めっちゃ勲章持ってる。めっちゃ勲章。イエーイ。持ってよ。お。だな。ジープが来た。ジープ、こんにちは。こんにちは。あ、でっかい。なにあれ、なんかが来たよ。自衛隊。こんにちは。ほら、なんか来た。つくし来たよ。なんか目の前来た。静岡のマスキョットシズポンだ。はい、シズポン。バイバイ。シズポンはクーラー付きかな。今度は下田中学校の吹奏楽部の子たちが来たよ。ノリノリ。みさきちゃんだけ。でれれれん。頑張ってね。暑いけど頑張れ。熱中症に気をつけてね、みんなね。頑張れよ。暑いから頑張れ。素晴らしい素晴らしい。暑いね、頑張れ。みんな頑張れ。吹奏楽だよ。吹奏楽だよって。はい、バイバーイって。めちゃめちゃ来た。ボーイスカウト。下田開校70周年海上保安庁さんですね。ニューポート市。この後だな。またあの伝説の落ち武者まで、もう間もなくだぞ。来た。来るよ来るよ来るよ。つくし、今年も来るぞ。落ち武者さん絶対来るぞ。あれ、なんか今年はお坊さんも来てる。あー、こんにちは。あれあれ、落ち武者さんでいないぞ。もう来るぞ。つくし、つくし来るぞ。落ち武者さん、こんにちは。悪代官さんはあそこにいるの。まさかの、まさかの、あ、いた。今年も落ち武者さんがいるぞ。もうダメ、もうダメ。あー、悪代官さんもいるぞ今年も。うわははは、いた。ほら、つくし、ダメだ、逃げた。ダメだ、逃げた。めっちゃ怖い。落ち武者さん、今年もよろしくお願いいたします。逃げるって、逃げかわいそうだ、これ逃げてる今年。それいつか握手できないから。いつか握手、今年は無理だ絶対。かわいそう。無理だわ。つくし、はい。あ、いった。やった。あ、いった。やった。ということでね、終わりでございます。今年もやってまいりましてね、下田のパレード終わりました。坊ちゃんありがとう。かわいいね、交番もらってよかったね。
で YouTube ね見てる皆様はぜひともですねあのコメントそしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。楽しんでいただけたでしょうか。また来年もですね、落ち武者さんに会えるようにつくしいともども行きたいと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。